よいしょ、どこでしょう。いてててててて、はあ、おはようございます。現在朝の9時ですね。早い、眠い、今日も眠い今日はね、まあこっちからってことで作った料理ではないんですけど、ちょっとね、気になった商品がずっとあったのよ。なんで買ってきました。今持ってくる。よいしょ、うん、よいしょ。こちらでございます。これ5キロのチョコレート、超巨大チョコレート。見るこれでーけー、これお、おは、すげー。これをね、まあちょっと食べていこうと思って注文したんですよ。そしたらね、もうね、すでにね、バキバキなのよ。もう届いた時点でバキバキまあ郵送なんでね、ちょっと割れてるのはしょうがないかなと思うんで、これを食べていこうと思うんですけど、まあ皆さんもご存知の通り、僕ね、甘いのちょっと苦手なんですよ。量食えなくて、さすがにこれだけじゃ完食できないのかなと思ったんで、コンビニでね、こんな感じで味変のアイテムをいろいろ買ってきたんで、これを食べながらね、チョコレートを完食できればと思います。よいしょ。とりあえず一回これ開けていこうか。よいしょ。一部から。はい、劣化、あ、テープ、やば。チョコレートこんな感じ。すごくない？でかくない？チョコ。これ食い切れるかな？これが一応約5キロのチョコレート。あとまあいろいろ買ってきたんだけど、飲み物とかさ、ちょっともうこういうのがないと無理なので、はい、こんな感じでね、今商品のを買ってきたんで、これと一緒に味変をしながら食べていこうと思います。じゃあ早速ね、サムネの方を取り終わったんで、食べていこうかと思います。いただきます。とりあえず、これから行こうかな。かじれんのこれ。うん、うまっ。甘めのミルクチョコだね。いや、めっちゃ硬いな。歯折れそう。一応これにはね、トンカチついてるんで、なんか自分で割る方式みたい。ちっちゃくなったんで食べ進めよう。うん、チョコの厚みもね、こんぐらいあるの。板チョコの4倍ぐらいかな。分厚すぎて、うん、顎がやばい。うん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 、うん、ちょっと口もさもさするんで牛乳。牛乳合うけど甘いな。以前甘いもんだとさ、富士屋さんのケーキとかコストコのティラミスが食ったけど、日じゃないぐらいこれ辛いかもしれないちょっとこれ一個お湯入れていきますわ。ふん、はい、ちゅうことで今これラダニアのブリトーとカレーヌードルね、温めてきました。わっちブリトーでございます。あ、今しょっぱいもん食いてえからな、めちゃめちゃ。よいしょ、熱々。うん、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 めっちゃうまい。お湯が3分経ってないからちょっとチョコ食べていこう。やっか、やばい、あか、うん、はい、変わらずうまそうだな。うん、カレーラーメンいいな。やった。うん、やっぱ。頑張ろ。いや、チョコカレーはダメだ。
過去一番食えないかもしれない、これ。これはやばいかも。うん。完食カップヌードル。ちょっと手助け要員がどんどんいないとね、やばそうなんで、これ、豚ラーメン温めてきます。よっ。よいしょ。今ちょっと温めてる間にね、この子、中本さんの揚げ餅をね、味方にして、僕はどんどん食べ進めていこうかと思います。いや。うん、うまっ。しょっぱいもんうめぇ。食べて。まあ、見た目でチョコだ。今ね、最悪なことが起きた。豚ラーメンめっちゃ楽しみすぎて、カメラね、回してなかったわ。これね、めっちゃうまいの。チョコがね、辛い、もう。は。完食。熱い。実はね、今もう、すでに、もう一品温めてあるんで、ちょっと取っていきますね。ああ、チョコ辛い。続いてこちらでございます、こちら。中本さんのね、汁なしマーシン麺。これね、中本さん好きなんですけど、僕まだ食べたことないんですよね。ホワジャオが入ってるラー油だ。全部入れよう。全部入れよう。いや。うまそう。いや、いい匂いする。すげえうまそうなんだけど。こんな感じ。うまそう。うまいけど、これすすっちゃダメなやつだ。湯気で蒸せる。辛い湯気が。よいしょ。うん。これ辛いもんとかしょっぱいもん食べると、チョコ戻れなくなる。戻れなくなっちゃうよ、これ。頑張んないと。あ。チョコやばい。あ。うん。あ、やばい。熱い。うん、うん。辛いな。韓国。ちょっとラーメン。ラーメン食べる、ラーメン。よいしょ。じゃあ今とりあえずね、ブリトーとこの六角屋さんのカップラーメン。ブリトーから食べよう。セブンイレブンさんでこれがね、一番好き。あっつ。くしゃみ出る。ブリトー。うん。あ、これ。うまっ。うん。そろそろもうこっちもできたから、食べていこう。よいしょ。いい香りする。こんな感じで。うん。うん。うん。いや、食べきった。あれだね、これ。あれだ。ごちそうさまでした。これ無理だ。きっつ。チョコ自体は美味しいチョコなんだけど。あまりにも量が多いわ。ああ、甘いの取りすぎてね、眠い。まあね、これ、5キロチョコレートとかって調べると、すぐね、楽天さんとかインターネットでも出てくるんで、興味がある方はね、買ってみてもいいんじゃないでしょうか。ああ。
ごちそうさまでした。はい、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。